くゆっくりした感じ。さてさて、皆さんはこのような動画を見たことはありますか？実はこのチャンネルでも、このような動画を5本上げてるんですよ。ということで今回の企画発表、ドット絵の作り方、教えようかなと思います。皆さんも作ってみたいですよね？ね。そうですよね？ね。ということで早速やっていきましょう。ちなみにツールを使います。はい、やっていきましょう。まずはマインクラフトドットと検索してください。検索できたら、どっちでもいいので選択してください。そしたらこのような画面が出てくると思います。開けたらファイルを選択を押してください。画像を選択したら、下に行ってください。ガラスと一番下のやつはチェックしない方が綺麗になるよ。そしたら変換するを押してください。押したらこうなると思います。そしたらコマンド生成を押してください。で、こうなったら座標を入れていきます。一応これを参考にしてくれれば嬉しいです。まあ自分も座標なんて全然わからないんですけどね。この数値は横の数マイナス1してくださいで、ここの数値は縦の数マイナス1してください。それができたらコマンド生成を押してください。多分緑色になると思います。残念ながらこの後が録画できていませんでした。なので口で説明しますね。コマンド生成を押したら、マインクラフトドットと書いてある圧縮ファイルがダウンロードされると思います。それがダウンロードされたら展開してください。展開できたらマインクラフトに戻りましょう。そしたら作りたいワールドのワールドフォルダを開きましょう。なんかこれは録画できてた。ラッキー。編集というところを押してね。ワールドフォルダね。ワールドフォルダが開けたら、ダタパックスというファイルがあると思います。その中に展開したファイルを入れてください。それでファイルは閉じちゃって OK です。そしたらマイクラに戻りましょう。戻ってきました。そしたらコマンドを打ちますよ。ファンクション .pappcund と打ってください。そしたらエンターを押してください。はい、来ました。ドット絵の完成です。ものすごく簡単ですよね。じゃあ実際に見てみましょうか。あれ、目がなんかないんだけど、こういう時もあるので直しときましょう。よし、直せました。今度こそ完成かな？じゃあ、こちら辺に掘りましょう。何個かブロックを掘りましょう。自分は4ブロックでやってるけど自由ですからね。やったー、完成しました。こんな感じで簡単なので、皆さんもぜひぜひやってみてください。ちなみにこれは Java 版です。これで作り方は以上になります。ぜひ、参考にしてくれたら嬉しいです。役に立ったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン忘れずにお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。さようならー。